はい、どうぞ。おはようございます、横山チョップです。チョップチャンネル、今回はですね、塚本お笑いコンテストの会場の、西淀川区民ホールですね、区民ホール、丸本ホール、はい、はい、そこまでの、行き道をちょっとご案内しますので、はい、まず改札を出て、 JR 塚本改札出まして、そのままこっち東口じゃないですよ、西口の方に出ていきます、はい、西口、はい、小走り、そして行きましょう、中村さん、はい、行きましょう、はい、自転車で、自転車乗って行こうと思ったんですけど、はい、歩いて行きます、はい、はい、行きましょう、歩いて行きましょう、はい、ちょっと一回待ってくださいね、出まして、そのまま歩いて行きます、はい、西口を右に出て、声入ってます、多分、そしたら餃子の王将さんとか、はい、餃子の王将、そのまま右にまっすぐですね、僕が言ったやつをまたもう一回、あの声入ってへんかったらあかんから、はい、中村さんもう一回、はい、もう一回、はい、2回言います、もう一回、はい、あ、わかりました、はい、行くんですね、教えてください、はい、もう息切れてますけどね、はい、運動不足というわけではないですよ運動不足じゃないんですか、じゃないです、はい、はい、ちょっと、はい、ここですね、ここはどこですか、ま、右に大西、まあ、大、あ、西大阪ハウジング餃子の満州、はい、はい、線路沿いの道を、で線路沿いを、ね、はい、まっすぐ、線路沿いまっすぐですね、後ろから取られるっていうのはあんまない、はい、あ、そうですよね、これおかしいですよね、姿勢とか大丈夫ですか、姿勢ですか、会長のアライメントチェックですか、はい、お年寄りの歩き方とかちょっと歩き姿撮ってもらっていいですか、歩き姿ですか、どうですか大丈夫ですか、大丈夫じゃないですか、大丈夫です、大丈夫です、よかった、やっぱりね、こうあの歩き姿とか見ると、はい、感じますよね、そうですね、はい、後ろ姿ね、普段見ないですもんね、見ないですもんね、はい、で、そのままずっとまっすぐ歩いていくと、はい、これも来ました、ちょっとやりましょうか、こっちまっすぐ取ってもらうと、はい、淀川通り、はい、淀川通りに出ます、来ますね、はい、手ぶれが半端ないと思うんですよ、この映像、はい、手ぶれ上通りはい、3月がまだね、はい、YouTube のね、はい、お金が、はい、はい、お金ね、1回も入ってないんですよはい、何でしたっけ、はい、1000人1000人で、何時間でしたっけ、1000人の何百時間、長時間も全部クリアしてるんですけど、はい、あの8000円ね、8000円、はい、はい、その視聴料っていうんですかね、はい、いかないとお金もらえないです、はい、まだ達してない、達してないですね、で、淀川通りに出ると、はい、すぐ左です、左に曲がります、信号渡るんですか、信号待ちですね、はい、左に曲がって、エネオスの、はい、ガソリンスタンドと、はい、それとあの住家庭さんというこの間を、はいはい、歩いていってほしいんですけど、はい、あのそこは阪神高速あります、あるんですね、はい、阪神高速、はい、阪神高速沿いにずっと歩いていくっていうふうに思ってもらったら、はい、はい、まあ、めったにね、
歩くことはないんですよ。はい。この距離歩くことないんですけど、はい。はい、普通は歩かない。はい。大体のホームページでは、区民センターのね、はい、15分ぐらいで到着するっていうこと書いてますね。塚本駅から、はい、15分で。はい。まあ、今ここでちょっと僕はミスを一つ犯したことを気づいたんですけど。どうしたんですか？時間を測ろうと思ってたんですよ。ああ、なるほど。はい、はい、この、ビデオ回してるじゃないですか、はいはい、それの再生時間じゃないですか。確かに今ね、しゃべりながら僕は気づいてましたよ、はい、言ったけど、はい、言ったけど気づきましたね、途中で。後ろから車気をつけてください、ね、はい、そうですね。ここも2つがまっすぐです。はい、まっすぐ、とりあえず回しながら歩きますね。とりあえず、はい。再び高速。高速、そうですね。高速沿いにずっと歩いてください。はい。高速沿いにまっすぐ、高速沿いに歩いてきます。今何分ぐらい経ってます？今5分半。あと10分で着くんかな。これって結構まあまあペースゆっくりですよね。いやいや、でもこんなもんでしょう。こんなもんですか。役所が書く15分とか。なるほど。そんな早くないはず。客な方がね、行くんじゃなくて。いや、でも大体、はい、めっちゃ早歩きでちょうどいいぐらいじゃないですか。徒歩何分って。マンションの、折り込みとかに書いてる。あ、書いてるやつですか。何分です。はい。区民センターとかね。はい。案内はやっぱりちゃんとリアルな。ほんまですか？ゆっくりめに。ゆっくり歩いてるじゃないですか。書いてくれてるんですかね。海抜マイナス 0.7 メートル書いてますね。海抜、はい。どうしたんですか？急に立ち止まって指をさして。西淀川の紹介も。あ、なるほど。西淀川の紹介をされたんですね。西淀川としてあの西淀川工業地帯、はい、もともとあったんですよ、はい、でこの辺りもその本当に工場が今は何ですけどたくさんあって、はい、コンパラックスモック、はい、あの僕ら小学生ぐらいの時ね、はい、まあ、今から40年ぐらい前ですけど、はい、毎日高化学スモックみたいなそうです。あの星空もめったに見えなかったですから、信じられないです。まあまあ、当時その工場をこうやっていくのに地下水をどん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 組み上げていったんですね。はい。で、まあそれがたたって、はい、地盤沈下が起こり、はい、海抜マイナス 0.7 メートルが来たというね。もう淀川が決壊したのもアウトです。ああね。もう水浸しですね。そうですね。あの堤防がってことですね。淀川の堤防がね、はい、出たら合う。これ高速沿いですね。まあ、ずっとこの高速沿いを、はい、歩いていくんですね。はい。はい。まあ、もうちょっと行ったらなんですけど、はい。もう斜め左側に、はい。宇多島中学校。あ、中学校、はい、ありまして。はい。あの、横山チョコを輩出した。宇多島中学校。あ、兵道大輝をね。あ、そうですね、はい。そっちの方がみんなピンとくるかもしれないですよ。中学校時代ね。はい。同級生だったんですよ。あ、兵道さんと。知らない方も。はい。あ、そうですね。いらっしゃると思うんで。ジャングルジムメンバーは結構みんな知ってますね。あ、そうなんです。はい。でも、あの、皆さん知らなかったらあれなんで、はい。あの、兵道くんの同級生だっていうだけで、はい。ちょっと僕も面白いんじゃないかって思ってもらえるかなと思って今喋ってるんですけど。はい、どういうことですか？そんなことあります？はい。同級生は面白いはず。はい。あの、兵道くんも僕もね、はい。あの、同じ学年やったわけなんですけど、はい。で、彼は野球部だったんですよ。はい。兵道さんは野球部。あの、バスケットボール部で。はい。会長バスケットボール部だったんですね。はい、で、野球部はね、はい、不良の溜まり場やったんです。野球部、はい、じゃあ兵道さんは不良やったってことですか？いやいや、なんかその、紛れてるいろいろなキャラいるでしょ。はい。そ
そのなははキャラみたいな。はい。せえへんけどおるみたいな。はい。そう、そういうね。そういう感じだったんですか。会長から見たら兵藤さんはそんな。だから一回もね。はい。なかったですね。こう交流が。なるほど。卒業してからですよ。だから中学時代は交流なかったんですね。一回も交流なかったんです。へえ。同じ中学なのにそんなことあるんですね。そうですね。あるか普通に。まあ彼もちょっと僕のことを意識してたんじゃないのかな。そうなんですか。そうですね、意識されてたんですね。意識されてたかもしれないですね。まあ、このかもしれないっていうのを後ろにつけたら何でも発言できる。あ、なるほどね。かもしれない。そうなんです。覚えときます。語尾にかもしれないを。かもしれないをつけたら、なんとかなる。拍手はしてませんってやつ。なるほど。ちょっと言い訳ができる。でもね、あんまり使いすぎるとね。はい。そうです。小川さんの話はかもしれないとか、だと思いますとか。はい、ああ、なるほどね。時間的な話ばっかりですって、注意受けます。なるほど。やりすぎ注意ですね。話すときは注意してください。なるほど。ありました。そうなんですね。この人には使えないぞっていう。そうそうそうです、ね。それを考えないと使えるんですね。まあ、だいぶね。はい。進んでますよ。今そうですね。そうですね。今は10分、まあ、11分弱って感じですね。10分弱ですか。はい。あと4分でつかないですよ、多分。4分で確実につかないです。これだいぶだってペース遅いですもんね。多分何もせずに、そうですね、まあ、普通に歩いたらもっと速いと思うんですよ。カメラも持たず、これカメラ持って自転車を押して、はい、そうなんです、喋りながら歩いてますからね。こういうハンデキャップがあるんで。あ、青なりました。青なりました。はい、踊りましょう。結構もうひたすらなんですよ、もうこれひたすら。はい、高速沿いを歩いてますね。え、これ普段、塚本駅から区民センター、西淀川区民センター、はい、行く人、歩いて行くんですか。歩くんでしょうね。っていうかバスとか地元の人しか使わないでしょう。あ、なるほど、はい、近場の、はい、遠くから、あんまりね、だからアクセスがめちゃくちゃいいわけではないので、はい、なんか他の、はい、アクセスのいい区民センターさんとかだったら、はい、なんかイベントお目白押しみたいなね、はい、感じなんですけど、はい、結構地元のイベントが多いのかなと思いますね。なるほど、地域密着型ホールですね。そうですね。もうちょっと頑張ってくださいね。はい、もう半分ぐらい。半分ぐらい、はい、え、これ半分ですか。半分ですね。ほんまですか。これもう12分。ああ、はい、あ、さっきの、はい、これが私の中学校です。兵藤さんを、兵藤大輝を排出した横山チョップの母校ですね。そうですね。はあ、どうですか今日は。まだ今日平日なんでね、授業してますね。これつながってるみたいなんですけど、ちょっとつながってない。どういうことですか。これブランドは外から買ったんですよ、はい、へー、はあ、え道路が一本、あ、あの間に。へえ、そうなんですね。まあ、寄り道してるとどん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 。そうですね。はい、時間が。まあまあ、はい、ウォーキング、いいウォーキングですわ。ウォーキングで。これ。まあだから、出場者の皆様は、はい。まあ、この道をね、ネタ合わせなんかしながら、はい、あ、なるほどね。いただいたらと思うんですよね。はい。最終チェックですね。はい、恐ろしいほどに店もないでしょうか。何もないですね。はい、これただひたすら、そうなんです、まっすぐな、はい、はい、でもうちょっと歩いていくと、はい、
もう見えてきてますけども、はい、大野川緑荫道路。大野川緑荫道路、はい、そこに、見えてくるんです ね、 はい、はい、会長がミミズ取るとこ。あ、そうです、そうです、うなぎ釣るときのね、はい、ミミズを取りに来る場所です、ね、うなぎの餌ですね、釣りの餌のミミズを掘りに来るんですね、掘りに来ますね、はい、はい、ここですね、はい、ここはすごいんですよ、はい、ここのが緑荫道路出発点で、はい、ここが、はい、国道43号線も越えて、はい、まだずっとずっとまっすぐ大阪湾の河口まで、大阪湾の河口ちゃう、淀川や大阪湾の河口、大阪湾は、はい、信号、信号、やばい信号ちょっとギリギリ間に合ってない感じ、まあ、こういう、はい、自転車と歩行者だけが通れる、はい、もう信号がないんですよ。なるほど、はい、で一周ぐるっと回ったら、43号線までで 5.6キロ、 5.6キロ、はい、だから市民のこうランニングコースだったりとかね。ここはスタート地点なんですね、はい、散歩道みたいな感じになってるんですけど、はい、ぐるっと一周回ったら 5.6 キロですよ。大野川っていう実際の川を、はい、こういうふうにアスファルトっていうんですかね、はい、埋め立てて、ね、そのまま公園にしちゃうっていうね、はい、すごいですね、はい、すごい、ずっとこういう状態、はい、川が埋め立てられたんですね。でそのままこれこう突っ切ってつい、それ今道と関係なかったってことですね。こういうのがあります。そのまままっすぐ行くと、はい、はい、さらに直進するんです。はい、もうこれね、これこんな細い道、道を知らなかったら不安しかないです。そうですね、こんなとこ、この動画を上げているわけですね。え、この道行くんですか、はい、行かないですよね、普通行かないです、 Google マップにも載ってないこれは、ね、これは近いんですよ、はい、これ近道、近道、近道、いや通らないですね、ここね近道じゃなかったらわざわざ通らない。そうですね高速沿いですね。あるんで、はい、高速沿いに歩いてもらったら、はい、ひたすら高速沿い。で、どん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 歩いていきまして、はい。見えてますけど、はい、右側にね、はい、グリコの、有名なグリコの工場本社があります。グリコの本社、はい、そうなんですね。はい、でずっと歩いてきまして、まあ、はい、目印がですね、目印、黄色のポールですよ。わかりにくい、緑の建物ね、緑の建物。ここ会社の看板がね、前上がってたはずなんですけど、はい、ちょっと看板がないみたいで、なんて書いてますか、はい、の黄色の、黄色4本ポールって覚えてるじゃん。黄色の4本ポール。そこになんかありますやん。左に向かってもらって。三手島三丁目11。はい。って書いてるの。はい。はい。左に曲がります。はい。細い道をね、来てから。もうすぐですからね。はい。はい、こっからあとね、椿とかも目標に、いや、これもしかしたら散ってるかもしれないですよ。 あと2週間、これだって撮ってる時2週間前ぐらいですね。そうですね、もうちょっと前ですかね。はい、さらに分かりやすいかな。当日もいい天気やったらいいですね。いいですね、本当にね。はい、ちょっと駅からまあまああるんで、雨降ったりとかしたらね、はい、寒いですよ、ね、はい、いや、まあ、お、大丈夫ですか、大丈夫ですか、まあね、はい、そこはね、はい、ちょっと
皆さんのね、はい、その芸人の熱で、あ、そうですね、そんな天気ももうちょっと変えるぐらい、ね、はい、はい、お願いしたいですね。そうですね、もうあとちょっと、まあだから最近なんですけど、はい、こういう、こう新しいマンションがどん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 建っていって、はいね、はい、安心ありますね。すごい、だからまあまあ住みやすい場所だと思いますよ。はい、はい、家賃とかどうなんですかね。家賃はね、塚本駅前に、はい、不動産屋さんとかあるんですけど、はい、まあ足りないんですけど、はい、トラックが面白いから、はい、一番安い物件とかどれぐらいであるかなとか、はい、たまに見ることがあるんですよ。不動産を見てるんですね。はい、だからね、ワンルームマンションで、はい、この間見たのが、はい、21,000円。え、それ大丈夫ですか。え、何がですか。なんか安すぎて、はい、お風呂とかついてるんですか。お風呂ついてます。マンション言うてるじゃないですか。大丈夫ですか。お風呂もあのユニットバスですよね。へえ。21,000円。むちゃくちゃ安いですね。安いですね。まあ共益費がね15,000円なんですよね。え、めっちゃ高くなりますよ。6000円ぐらい。へえ、まあ、ね。じゃあ30,000円以内ですね、まず。いいですね。ワンルーム。言うてる間に、はい、はい、丸本国民ホールに着きました。なんかめっちゃ看板ありますよ、はいはい、いい看板、はい、はい、国民ホールに着きました。ですので、大会当日ですね、はい、塚本駅がからあのアクセスがいい方は、はい、今のルートあの通ってきてもらうと最短で来れますのでね、皆さんぜひ来てください。丸本区民ホールになるんですけども、はい、駐車場もありますんで、はい、あのお車の方も止めれますから、ね、なるほど、はい、な車で結構止まります。はい、結構、はい、え、これが駐車場ってことですか。そうです、そうです、はい、はいはい、で駐輪場ももちろんあるんで、はいはい、ということで、はい、塚本駅から実際自転車をしながら歩いてきたら20何分かかりましたという検証動画でしたけども、はい、自転車を押さずにね、普通に歩いてきたら多分ね、あの書いてる通り15分で着くと思いますので、はい、皆さん、来てください。はい、それでは塚本笑いコンテストをお待ちしてます。ありがとうございました。